森です。早速ですね、もうすでに曲が流れてると思うんですけれども、今回はですね、あの参考書紹介の今日の一冊の著者紹介シリーズなんですけれども、今回著者じゃなく編集者の方が来てくださいました。では自己紹介よろしくお願いします。はい、学研プラスの編集部の山木と申します。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なぜ参考書紹介で曲が流れるのかというところなんですけれども、今回紹介する参考書はこちらですね、のシリーズですね。はい、ミュージックスタディプロジェクト、ボカロで覚える高校日本史、と世界史と、高校英単語の3種類ですね。はい、こちら紹介していきたいと思いますけれども、はい、今流れてるのは、まあ、日本史が流れてるかなとは思うんですけれども、はい、うん、ボカロで覚えるということでですね、はい、これはもう CD メインの教材ということでよろしいでしょうか。そうですね、 CD とあと動画ですね。全曲に動画がついているので、まあ、視覚と、うん、あと聴覚と刺激してバーッと暗記するっていうような、はい、なるほど。まあ僕らの時代から結構なんていうか、こういう変化球というか、はい、参考書の中にちょっと面白いエンタメ要素を盛り込んだみたいな結構出てると思うんですけど、はい、時代を感じますねそうですね、時代は進化しています、はい、僕らの頃にボカロとかだともう本当に機械音声みたいなそんなのだったと思うんですけれども、そうですね、はい、だいぶ人間のようにあの歌えるようになっております。はい、なるほど、はいはい、もうね、曲もね、あの今回 BGM でどんどん流していこうかとは思ってるんですけれども、はい、まあどういう構成なのかと、うん、まあ基本その全部って12テーマで基本構成されてるんですよね。はい、そうですね、はい、で1個ごとにその要は曲と PV というか、はい、はい、そうです、がついていて、うん、まあその中でその覚えるべきテーマとかも結構扱ってるんです。はい、うん、その通りです。はい、でもこれを見て思うかなとは思うんですけど、皆さん、いや普通に参考書で良くないみたいな、はい、その方が覚えやすくないみたいな、はい、なんでわざわざ曲に聴くのみたいな急に疑問はちょっと思われるかなと思うんですけども、はい、そもそもこれはどっちかっていうと、そのなんかがっつり暗記するために使うとかそういう教材ではないってことですよね。そうですね、まず、はい、あのまあ、教科書とか、まあ、すごく基本的な参考書をやる前に、はい、まあ、一旦全体的にこうバッと軸幹の部分を把握しちゃいたいなみたいな時に、はい、まあ、最も手軽に手取り早くまずバーッと見渡すっていうのにいいですし、はいはい、あとなんか勉強してる時どうしても眠い瞬間ってあるじゃないですか、はい、あとまあ電車乗ってて移動中とか、はい、まあ、勉強したいんだけど結局勉強に使えてない時間っていうのがあると思うんですけど、はい、まあ、そういう無駄な時間を全部勉強時間に有効活用したいという時の、はい、まあ、隙間教材として、はい、まあ、使ってもらいたいなと。例えば武田塾でもですね、日本史だったら、うん、じゃあ、ね、教科書読んで覚えればいいじゃんと、うん、言うのは簡単なんですけどそれやるならいいんですよ、確かに、はい、その正論でみんながやってくれるならいいけど、なかなかやってくれないわけですよね、うんうん、中で例えばそのボーカルがめっちゃ好きだとか音楽めっちゃ好きだって人が聞いたことで、はい、なんか覚えるって意識よりはその曲楽しんでたら自然ともうなんか勉強、ね、頭入ってたぞみたいな。そうなんですよ、擦り込みみたいな感じで、はいはい、するって、まあ洋楽禁止したら英語得意になってた的な感じで使ってもらえればって形ですよね、うん、そうですね、うん、でまあ、あの12テーマってことなんで、まあ、それこそね、あの1日1個ある程度覚えちゃうぐらいまで聞いたとしても12日で終わるんで。そうなんです、はい、はい、テーマに、はい、うん、っていう形ですね、まあ、なのでその勉強しようと思うけどきっかけがみたいな人が、まあ、最初に使う冊としてはいいんじゃないかなと。そうですね、はい、それこそこれで覚えるっていう形じゃなくても、うん、これやった後に一問一答やったりとか、うん、そうなんです。いつも自分が使おうって本気で使おうって決めている、はい、まあ、教材、メイン教材との、はい、まあ、組み合わせで、はい、まあ、覚えたことを、まあ、ダメ押しで復習で、はい、まあ、あとも休みの時間に、まあ、ダメ押しで聞くっていうのもありですし、はい、そういう感じで使えるかなと。なるほど、うん、僕らの当時だと漫画で読むみたいなの結構流行りましたけど、はい、まあ、それのなんかあの現代版というか。そうですね、はい、まあ、普段ツイッターとか YouTube とか、まあ、インスタとかで、はい、あの趣味の時間過ごしてたような高校生が、まあ、はい、すっと移行する勉強に移行するっていう時の橋渡しとして、はい、動画でと歌でっていうのは、まあ、合ってるのかなっていう感じが、はい、うん、ね、レベル的には、まあ、基礎事項、いわゆる教科書レベルのことが、うん、一通り大体は揃うかなと。そうですね、はい、うん、まあ、といった形でですね、まあ、本当に勉強のきっかけになる、ものとして、ね、使ってもらえればという、参考書でした。でこちらはですね、プレゼントの企画もちょっとあるということで、はい、まあ、コメント欄でですね、まあ、今回高校の英単語と高校日本史と高校世界史の3種類ありますので、これ欲しいよみたいなのあったらですね、うん、ぜひあの書いてもらえればプレゼントしていきたいと思いますので、ぜひご応募の方もよろしくお願いします、うん、はい、まあね、こういう時代を感じるものもなかなかね、
今後また増えていったら面白いですね、うん、ということでした。山本さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。今回は以上です。はい、武田塾公式アプリルート武田ができました。入試までどんな参考書を使えばいいかがアプリでわかります。カリキュラムや参考書の使い方などを一目瞭然です。ぜひインストールしてみてください。